まあ、いろいろ人生ありますね。はい、でそのメリス・ダマシスっていうこの初めて持ったんだった人はソフィア・コッポラの、なんていうかあのベビーシッターから E.T. の脚本家になるという、なんかそれでサリフォーメの奥さんになるという、何が何だか言ってよくわからない世界に入ってますが、もっと変なのは、地獄の黙示録のですね、中にその禁止編っていうフレーザーの、なんか文化人類学の本のネタとかですね、無理やり入れてった T.S. エリオットの詩とかで、そういったものを無理やり入れてった人っていうものも、まあ実はコッポラのですね、学生時代の友達だった人なんですけども、その人はですね、なぜかそのメリス・ダマシスにですね、おかぼれしましてですね、フィルムをですよ、地獄の黙示録のフィルム缶を持ったまま失踪したんですよ、編集中に。で、あの愛人を俺にくれって言ったんですね、コッポラに対して。頭どうかしてる人ですけども、それで大変なことになったってことは実際にあるんですね。というのは地獄の黙示録で、まあそれはどうでもいいんですが、はい。そのヤコペッティ自身を主役にした、ヤコペッティをモデルにした、ドキュメンタリー映画作家をこうなんていうか主役にしたドラマ映画があるんですね。でそれが野生の目という映画でですね、世紀末猟奇地帯っていう副題がついたりするんですけど、ビデオ出た時が。これがですね、これもまたヘビーローテーションでテレビでやってまして、2回か3回見てますが、はい、まあこれがいい映画なんですね、実は。でこの映画のちょっとすごいところはですね、その、まあ、当時宣伝されたのはそのヤコペッティって人はこんなにひどい人ですよっていうのをヤコペッティの共同監督だった相棒が暴いたということで大変な話題になったんですね。この野生の目って映画は、ワイルドアイっていう現代ですけれども、サベージアイか、イタリア語の方は、それはですね67年に作られた映画なんですけども、もうまさにそのなんていうかヤコペッティ大ブームの頃ですね。で特にそのサラバアフリカっていう66年のヤコペッティのサラバアフリカを撮影中に決別した、ヤコペッティと喧嘩して別れた、共同監督の、パオロ・カバッラって人がガバッラって人が撮った映画なんですね。どうして喧嘩になったかっていうと、サラバアフリカっていうものはこれ映画見ると分かるんですけども、人を殺すシーンがいっぱい出てくるんですよ。本当に人殺すシーンが出てくるんですよ、バンバン。でもうこのサラバアフリカで、ね、なんていうかね、要するに内戦状態なわけですけども、でも殺すすごいんですけども、それを止めないで撮ってるんですね。まあ、止めるわけ止められないですけど、兵隊が人殺してるわけですから。でもなんかあまりにも人殺しをそのなんていうかエンターテインメントにしようとしてる、娯楽にしようとしてるんで、ちょっとゾッとするところなんですよ。サラバアフリカってのは本当に強烈な映画なんですね。ちなみにそのサラバアフリカに出てくるそのシマウマをヘリコプターで救出してその移動させるシーンというのは、地獄の黙示録でコッポラがですね、なぜか後ろヘリコプターで移動させるシーンで丸ごとパクってますけれども、まあ、これ置いといて、サラバアフリカっていう映画の、それでまあこのサラバアフリカ撮ってる時にその共同監督のですねパオロ・カバラがですねとうとうぶち切れたんですね。まあこれパオロ君の言ってることなんで、もしかしたら本当は違うわけで、パオロ君はあんたちょっとひどいよヤコペッティね、あんたね人が死ぬところをそんな追っかけてひどいと思わないよと、本当は死ぬんだよと、そんなのカメラ撮れと、人を死ぬこと撮れとか言ってどうかしてるよって言って、まあ決別したという、まあなんていうか表向きの話になってます。本当はどうかわかんないです、お金のことで揉めたかもしれないんですけど、でそれでですね、私はずっとヤコペッティを見てきたと、でその真実をこうどういう人間かってことを全部描いたのがこの映画ですってことで、野生の目という映画が作られたという話ですね。はい、であとヤコペッティがですね、非常にそのどれだけ影響を与えたかっていうのが、もう一人藤子不二雄にも影響を与えてましたね。藤子不二雄のモジャコウという藤子不二雄の最高傑作と私は思っている漫画の中でですね、死ななくなった惑星、人が誰も死なない惑星でですね、モジャコウと主人公たちがですね、自殺をするっていうショーが行われるんですけども、そのショーをですね撮影しようとする男としてタコペッティって人が出てるんですね。でタコペッティというのはタコの形なんですをしている宇宙人なんですけれども、彼の仕事は残酷ドキュメンタリーの監督なんですよ。でいつもカメラを持ってどんな時でも撮影するという人で、最初はひどいやつかと思うんですけども、この映画面白いのは、ね、この映画じゃない、モジャコー漫画です、はい、で面白いのはそこまで徹底してそのどんな時でも撮影をするタコペッティっていうのはだんだんすごいかっこいいやつに見えてくるんですね。男だな、男だなと、ブレねえなっていう思わせるというところがなかなか素晴らしい、感じなんですけれども、はい、でですね、もう話が飛んですみませんが、野生の目ですが、野生の目はですね、最初はアフリカのですね、荒野でジープで撮影をしているシーンが始まるんですね。で監督がですねパオロっていう監督で、これ面白いですね、ヤコペッティのをモデルにしたパオロが出てくるんですが、この人の名前はヤコペッティと喧嘩別れしたこの映画の監督パオロと同じ名前なんですよ。
だからこれ多分パオロ自身が俺も実はヤコペッキの仲間だしみたいなもんだってことをちょっと匂わせようとしてるんですね。そこのパオロさんがですね、ジープでもってその砂漠の荒野をですね走りながらですね、鹿を追い回してその鹿が死ぬ瞬間を撮ろうとしてるんですね。転んだりしてで、まあ、ひどいわけですけども、このシーンというのは世界残酷物語でその亀をわざと殺して、死ぬシーンを撮ったところをまあ元にしているわけですけれども、まあ、そうすると撮ってると、そのスタッフのですね、奥さんで女優さんがいてですね、この女優さんがですね、イギリス人の女優って設定になってるんですけど、バーバラっていう人はですね、もうやめてって言うんですね。やめて、こんなかわいそうな動物を殺すところ撮るのやめてって言うんですね。で、もう車を止めてとか言うんですよ。お前ガタガタ言うんじゃねえやつ、この監督のパウロはですね、そんな嫌だったら目つぶってろみたいな感じでですね、バンバン車飛ばして、その鹿追っかけてると車止まっちゃうんですね。で、どうしたっていうと、ガソリンがもうない。ガソリンが漏れてるみたいな話で。で、どうしようってことになって、ここからその人が住んでるところまで、もう60マイルもあるよみたいなね、100キロ以上あるよ。どうすんの、砂漠だよ。でも水があるだろ。あれ、水がない。どうしたの、水の缶の蓋が開いてるよ。漏れてる。水もないよって言うんですよ。みたいな話で。でもこれどうしようもないから、100キロ以上歩いて、人里のところまで行くしかないなというところからこの映画が始まるんですね、野生の目は。で、まあ歩いていくうちにですね、まあ、もう水ないわけですから、どんどんみんな脱水状態でボロボロになってくるんですね。その綺麗な女優さんですね、この人はデリラ・ボカルドって女優さんですけれども、もうボロボロになって、みんなもうボロボロになっていくとですね、閉めたって顔でこのパオロ監督はですね、カメラマンに撮影しろ、カメラ回せ、フィルム回せって言うんですね。で、とうとうみんな倒れちゃうんですよ。でもうダメ、歩けないわって言うと、そこでですね、監督はですね、インタビューを始めるんですね。その女優に対して、梨本ですじゃないや、恐縮ですじゃないんですけど、今一番欲しいものは何ですか、答え決まってる、水よって言うんですね。と今もしこの水をあげたら、あなたの旦那さんの前で他の男に抱かれるっていう条件を、水を持ってきてる人を出したら抱かれますかって聞くんですね。と横で聞いてる旦那がですね、やるんだこの野郎って怒るんですけど、まあ、立ち上がれないんですよ。もう脱水症状で、すごい監督だなこれはというところにですね、助けが来るんですね。ちょうどはい、これね、突然助けが来るんでなんかちょっとおかしいですね。これね、映画の後の方になってわかるんですけれども、全てはこの監督が仕組んでたことなんですね。最初からそのガソリンがない状態で、砂漠に出てですね、水がなくなったらもう彼が水を捨ててたんですね。で、最後に助けに来たのも最初から設定した通りなんですね。で、そこまでやってですね、自分たちの命を危険にさらしてですね、極限状態を撮影しようとしたわけですね。で、この映画はもう最初からこの野生の目って映画はこの監督はもう相当異常な人間であることがわかるんですね。で、まあその女優をですね、美しい女優さんを、まあ、バーバラっていう女優さんをですね、まあ、限界まで追い詰めて、砂漠でですね、死ぬ寸前まで追い詰めて、それでもう水のためならば、夫の前で他の男に抱かれるというところまで追い込んだという話なんですね。で、この監督はですね、この女優さんを連れて何してるかというと、世界中を回って、その世界中のいろんな残酷な、ことを、現実を見せてですね、その女優さんがもうびっくりするのを撮影するというやり方を取ってるんですね。でこの女優さん自身はセリフの中で出てくるんですけど、イギリス人という設定らしいんですね。でイギリスから来たその、なんていうか美しい白人のですね、文明的な人がその非文明的なものを見てですね、ちょっとびっくりするっていう映画にしようとしてるらしいんですよ、はい。でこの後ですね、エジプトから、船に乗ってシンガポールに行って、シンガポールからインドシナ半島をずっと撮影で回っていくと。なぜならばインドシナ半島ではその当時ですね、1967年当時、ベトナム戦争の大激戦状態にあったんで、もう戦場に行ってもう人がいっぱい死ぬのを撮りたいと、それが最終目的地という感じで、この、監督のですね、パオロ監督の旅が始まるんですけれども、はい、もうややこしいです。パオロ監督ってのはこの映画の主人公でありながら、実はこの映画の監督もパオロって言うんで、ちょっとややこしくなるんですけども、パオロ・カバーナが監督ですね、はい。それでですね、まあ、船に乗って、こうシンガポールを目指す途中でですね、その女優さんにですね、ずっとまとわりつくんですよ、この監督は。でじーっと見続けるんですよ。それもう女優さんがですね、もうちょっとあなた見ないでよと、何私が欲しいの、ね、でも私は旦那と一緒にいるのよ、やめてって言うんですけども、この監督はもう自信たっぷりんですね、監督はね、女優を知らなきゃいけないんだねみたいなこと言うんですね。
で、ただもうこの監督は非常にハンサムなんですね。でこの人はあの黄金の七人っていうあのルパン三世の元になった映画で教授っていうのをやってた、あの、まあ、銀行の現金強奪のですね、現金じゃない、金塊強奪の、指揮をするインテリのハンサムな男をやってた人ですけれども、まあ、非常にハンサムで、ヤホペッティにそっくりなんですね、顔が。ヤホペッティも非常にハンサムでしたね。はい。で、この女優さんと監督の関係っていうのはちょっとですね、実は現実を元にしてまして、ヤコペッティっていう人もですね、イギリス人の女優さんと付き合ってたんですね。もう結婚寸前まで行ってたんですよ。それイギリス人の女優さんはベリンダ・リーっていう女優さんで、ものすごい美しい人でしたね。で、まあそれが元になってて、っていうのはこの監督の、まあ、ややこしいな、この野生の目の監督のパオロ・カバーナはそのヤコペッティにくっついてずっと、世界残酷物語とかあのさらばアフリカを撮ってたんで、この女優さんとヤコペッティが一緒の時も一緒にいたんですよ。だから全部知ってるんですね、何があったか。でベリンダリーとヤコペッティが仲良かったことも全部知ってて、もう一緒にみんなで旅行してたっていうのはも、まあ、元になってて、まあ俺が見た話みたいな映画ですけれども、はい。でヤコペッティがですね、ヤコペッティじゃない、またこの映画の中のパオロ監督がでずっとその、誘惑し続けるんですね、その女優を。でとうとうその女優もですね、バーバラももうなんかもう覚悟を決めてですね、そのパオロ監督の部屋に行くんですよ、船ので、私が抱きたいの、いいわよ、でももうこれ以上まとわりつかないでねみたいなこと言うんだ。そうすると監督はですね、ここでまたやったぜみたいな顔しないでね、うん、まずはね服を脱いだんだよ、かっこいいですね、はい。でどうなるかっていうとですね、まとわりつかないでねって言ってたらいいんですね、女優がもうメロメロになっちゃうんですね、この、監督に、パオロ監督に。それでそのシンガポールに着いた時に夫を捨てて監督と一緒に撮影の旅に出ちゃうんですよ。まあ、夫かわいそうですね、ひどいですね、はい。でまずですね、撮影に行ったのは、このメンバーが撮影に行ったのはですね、アヘン窟のその、まあ、アヘン中毒になっている人たちをその、まあ、救済するお寺に行くんですね。でそこで、まあ、アヘン中毒の患者たちにとれば結構衝撃的じゃないかと思って行くんですけれども、で行くとですね、そこでは、まあ、アヘンを抜くためにその監視してご飯を食べさせてっていうことをやってるんですけれども、それを見てそのお寺の、まあ、責任者にですね、監督はパオロ監督がこう言うんですね、つまらんねここはって言うんですね。なんかどうも君たちはいいことをしてるね、つまらんとか言うんですよ何を言ってんだと。でそのお寺の人も、何言ってんですか、私たちはもうね、アヘンで苦しんでる人たちを救済してるんですよ、うん、それには、うん、君お金が必要だろうと、ね、そう困ってる人たちを救済するにお金が必要だろ、じゃあお金あげるから俺の言う通りにやりなさいって監督が言うんですね。でどうするかっていうと、そのアヘンを抜くためにその患者の人たち、中毒患者の人たちをですね、棒でぶつっていうお芝居をさせるんですね。でもこれがですね、本当に患者の人みたいな感じでガリガリに痩せてるんですよ、みんな。多分アヘンやると食欲がなくなっちゃうんで痩せちゃうんだと思うんですけど、まあ、実際そういうところを取ってるのかもしれないですね。それ老人が多いんですが、ガリガリに痩せた、アヘン中毒の老人たちを棒でみんなにぶたせるんですよ。ベシ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 で、痛い、やめてくれとか言ってるのをずっと取ってるんですね。それ監督が、うん、いいシーンが撮れるぞ、いいな、これは結構いいぞとか言いながら撮ってるんですね。でそれを女優が見てですね、ひどいっつってゲロ吐くんですよ。でこれはそのアヘン患者に対してひどい虐待をしてるから嫌になってゲロ吐いたっていうよりも、監督がやらせしてるの全部一部始終見てるから、なんて男なのこの男はと、最低じゃないのという意味でゲロ吐いてるんですね、うわっと。でも監督はバッチリ最高だぜみたいなこと言ってるんですね。でこの後ですね、タイに入るんですけども、タイに入るとまあ仏教寺院があるんで、お坊さんがいるんですけど、そのお坊さんとかにこの監督が言ってですね、君ね、ちょっとお金あげるからね、ガソリンかぶって焼身自殺してくんないって言うんですね。これどういうことかっていうと、当時ですね、ベトナム戦争があったんで、ベトナム戦争に抗議した仏教のお坊さんが自分でガソリンかぶって焼身自殺をするって事件が実際にあったんですね。でそれがすごく、そのフィルムが世界的にもう有名になったんで、それをまあ本当に撮りたいと言って、お坊さんに、あ、なんかちょっとやってみないかなみたいに言うんですね。それも道端で軽く言うんですよ、捕まえて、いきなりお坊さんをひどい。で、バカじゃないのかお前らと、俺はタイの人間だって、なんでベトナム戦争に抗議してここで焼け死ななきゃいけねえんだよみたいなこと言われて、お前ベトナム系とか言われるんですね、その坊さんに。で、いやーって頭をポリポリ抱きながら、いや断られちまったよとか言ってるんですね。この監督何考えてんだと。で、そのバーバラって女優さんは、ちょっとあんたおかしいんじゃないのと。あんたちょっと頭、バカなんじゃないのと。
ね。で、この映画ですね、ずっとその監督と女優さんのこういう、なんていうか、やり取りっていうか、まあ、口論ですね。痴話喧嘩がかなり多く出てくるんですね。で、まあ、この女優さんはもう、まあ、我慢できなくなって、あんた何のためにこんなことやってんのと、お金のため有名になりたいから、なんでこんなひどいことするのと。で、困ってる人とか、まあ、死んでいく人たちを撮って何が面白いのみたいなことを言うんですね。もうこの監督が、いやもうそんな何言ってんの、お前人は死んでくんだろ、みんな あそこで死んでんじゃないかと、それとってどこがおかしいんだと、これ現実だろみたいなこと言うんですね。で、だんだんこの論争が突き詰められていって展開してくるのがなかなかうまいんですけれども、それで要するに世界とは何か、残酷とは何かね、それを撮影するとは何か、作品を作るってのは一体何かってことにどんどんこう踏み込んでいく感じで論争が展開していくんですが、これうまいなと思ったら、このシナリオでこの会話の部分を書かせているのはですね、イタリアの作家でアルベルト・モラビエっていう作家がいて、そのモラビエが書いてるんですね。まあ、頼まれて多分ちょっとだけ書いただけだと思いますけども。で、この人は軽蔑っていう小説を書いてて、それがもうゴダールによって映画化されてるんですけども、こういうこの男女のですね、こうドロドロしたものを精神分析的に書いていくのは得意な人なので、なかなかもうすごいいい仕事をしているわけですが、はい、だからこの映画結構ヘテモノ映画で、もうなんていうかね、残酷映画って感じでやってるんですけども、ちょっとその辺がですね、よく考えてるんですね。マイコ・ベッテ自身も隠蔽でしたが、その弟子も隠蔽だったというところなんですけれども、はい。でですね、まあこういう撮影してベトナムに入っていくわけですよ。ちょっと話前後しますけども、実際の映画とはちょっと違う順番でいきますけども、まあ、とにかくベトナムに行ってですね、もう戦場取ってやったぜみたいな感じで戦場取るんですけども、この辺もすごいんですけれども、でベトナムに行くと、その当時ベトナム、南ベトナム、サイゴンでは、要するに南ベトナム政府軍ってのはひどい、まあ、アメリカの傀儡政権で、まあ、残虐なことをいっぱい知ってたんで、普通の住民の人たちはどんどん北の審判になっていくんですね。その 共産側に寝返っていくわけですよ。それで革命を起こそうとしていると。で、次々と爆弾テロをやってて、そのどこにその、そういう人たちをベトコンって言うんですけども、どの人がその北側の方 その味方なのかわからないという状態になってて、で、まあ、そういう爆弾事件とかを起こしている人、その地元の、南ベトナムのですね、政府軍が捕まえて、道端で射殺するというシーンがあるんですね。で、これは実際にそのすごく有名な、ベトコンをですね、南ベトナムの、政府軍の兵士がですね、拳銃をですね、リボルバーをこめかみに押し付けてバーンって撃って射殺して血がピュッて出るっていう非常に有名なニュースフィルムがあるんですけれども、それが元になっているシーンがあるんですけども、まあ、そういう射殺をしていると、それを監督がですね、カメラマンにですね、ほら撮れ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 、もっとこういうの撮るんだって、もう射殺してる現場でですね、カメラこういうの撮るんだみたいな感じで撮らせて、撮れたらパパンって人が死ぬとこ撮れたらやったぜとか言ってるんですね、監督は。で、このカメラマンもね、ずっと何を撮れって言われても言うこと聞いてたんですけれども、さすがにちょっとおかしいよと、俺はもう耐えられません監督、あなたはおかしい、人が死ぬのを撮ってどう面白いですかって、ちょっと反逆を起こしちゃうんですね。で、これは多分この野生の目の監督の、パウロ、カバーラが実際にそのヤホペッティと喧嘩した、もうサラバアフリカって映画で人死にばっかり撮らされてて、ぶち切れて喧嘩したっていう実話がもう多分元になってるシーンなんですけれども、でもこうだんだんですね、もうこの、監督はですね、もうカメラマンにも嫌われてですね、もう女優さんにも嫌われてですね、でもそれでも撮り続けるという、まあちょっとすごい世界になっていくわけですけれども、はい、でですね、まあ、戦場でこう撮るわけですね、こう、でもう本当に打ち合いで銃撃戦になったわけですね。その南、ベトナム政府軍が入っていったらですね、その、まあ、村人たちがみんなゲリラだったんですけども、そのゲリラにバッと変わってですね、その南ベトナム政府軍も全員射殺するっていうシーンをですね、隠しカメラで撮ってるんですね、このパウロ監督は。やったらすごいいいシーンが撮れた、これが本当の、戦争だ、人が死ぬシーンだぜとか言ってんですね。で、まあ、撮っててやったぜって言うと、何撮ってんだよおめえよって、そのベトコンの人たちにこう囲まれちゃうんですね。ねえ、お前ら俺たち真剣に戦争してんだけどさ、国のために戦ってんだけど、このベトナムを一気にしようとして戦ってんだけど、何撮ってんのお前、これ金儲けするわけみたいな感じで、まあそう言いませんが、そういう目でですね、ふざけんなお前みたいな感じでこう囲んじゃうんですね。するともうこの監督が、いや我々はどちらにも味方しない、ね、我々はイタリアのジャーナリストで忠実であると、ただ現実を取ろうとしただけですとかなんか言ってこう、なんていうか自己弁明するんですけども、そんなのがきつくボコボコされるんですね。
でボコボコにされながらも監督の中頭の中はもうカメラの今撮ったフィルムのことばっかりで、まあ、もういくら殴ってもいいからフィルムだけは勘弁してくれとか言ってるんですね。もうすごいんですよこの人は。もうでもボロボロになってですね、それで最後のそのホテルに帰っていくと、もう女優さんの前でもう血みどろになって帰ってくるんですけど、監督が。で、女優もびっくりして、あなた何してんの、血だらけじゃないのみたいなこと言うんですね。ちょっと監督は、いやもう大変だったけどね、いいシーン撮れたよって言うんですね。でもこの女優は、この人どうかしてるわつって、あなたちょっとおかしいわと、金のためやってるとか、まあ有名になりたくてやってるとか、ちょっとそれではおかしいんじゃないのと、あなた死にそうになってんじゃん、殺されそうになってんじゃんと、それだけの価値があるのお金に、なんでやってんのと。で、あなたお金のためにやってるって言うけど、ちょっとそれ嘘でしょ、名声のためにやってるって言うけど、ちょっと嘘でしょみたいなニュアンスで聞くんですね。それだけのためにこれだけ命かけないわよと、なんでこんなのやってんのって聞くんですね。ちょっと監督答えられないんですね、一瞬ね。なんでだろうな、多分ね、これ監督考えたことないんですね、なんでやるかってこと。好きなことやってる人ってのは、なんでそれをやってるかって考えないですね。山に登る人はね、なんで山に登るかって考えないですね。山って登って降りてくるだけですからね。で、監督がこんなこと言うんですね。なんかこういうことすることが俺にとっての、まあ、生きるってことなんだよねみたいなことを言うんですね。でですね、ちょっとまあ前後するんですけども、この変な蝶々を食べる男っていうのを撮影するシーンなんですね。で、蝶々がこういっぱい飛んでるのをこう集めてね、食べるんですけども、それは実はインチキでですね、この監督は、パオロ監督がね、やらせでこういう風にするんだとか言って撮らせてるんですね。で、こうやって食べて、むしゃむしゃむしゃって蝶を食べて、あーお腹いっぱいだって幸せそうにこう横になって寝るんだとか言うんですけども、素人だからそんな演技できないわけですよ、その人は。で、しょうがないからそのパオロ監督がやってみせるんですね。こうだこうやってこうだって、こう幸せそうな顔してこれね、こう横になるんだよみたいなことを言って、一生懸命こう、言葉があんまり通じない人にですね、演技指導してるんですけども、それを見てる女優さんはですね、このバーバラって女優さん、ちょっとニコッと微笑んでですね、なんか思わずクスッて笑っちゃった感じなんですね。あんまり真剣なこの監督を見て、これさらっと撮ってるシーンなんですけど、多分この時この女優さんは、バーバラはこの監督、あ、可愛いなって思ったんですね。これ面白いなと思ってね、もうバカじゃないのこの人はって感じなんですね。アホか、こんなことに真剣になってっていうね。ただこれは2つ意味があってですね、1つはその、彼が本当に金儲けのためにいい加減に仕事をしてるんじゃない、本当に一生懸命なんかやりたいことがあって、やってるってことですね。そう、表現したいものがあってやるためにやらせになってると、もう金儲けのために適当に仕事チャラチャラってやるっていうんじゃなくて、やっぱりこうアホみたいなことだけでも真剣になってるってことが一つですね。で、それを見てるそのバーバラは思わず笑ってるんですけど、バッカねーってちょっと何やってんのかしらこの人はと、子供じゃないのって感じなんですけども、それなんかちょっと好感を持ってる感じなんですね。この人はものすごく金儲けのためにもうひどい人、こう人をひどい目に合わせて血も涙もない人だっていうことじゃなくて、こんなくだらないこと一生懸命やってると笑っちゃうわねって感じなんですね。何かしらこの人はっていうね。それはこれでね、全然関係ないなのことを思い出したんですが、デビッド・リンっていう巨匠の、もう本当に名作中の名作で、アイビキっていう映画があってですね、これは、まあ、人妻とですね、お医者さん両方ともその子供も奥さんもいて、で平和なその生活をしている夫婦がですね、夫婦がいて、その人妻とそのお医者さんがですね、たまたまその駅で出会ってだんだん恋に落ちてしまうっていう映画なんですけども、その中で、まあ、2人とも全然恋愛の可能性とかも考えてなくて、自分たちがですね、恋愛なんてこの年で子供がいてするわけないと思って、まあ、安心してですね、普段楽しく話してるんですね、たまたま会った時だけ。その時にその、あなたなんでお医者さんなのと思ったのって人妻が聞くと、そのお医者さんがですね、いやもう僕は子供の頃こういうことあって、そのお医者さんというのは素晴らしい仕事だと思って今もやってるんだけども、やっぱり困ってる人を助けて、もう本当にもう最高なんだよねとか言って、僕の将来はもう貧しい人を救うために